そんな、知っておるのか、おすず。あのお社、お家、なんで、どうして。間違いない、キャツメの仕業じゃ。ムクロの一つも残っておらん。丸の身にでもされたんじゃろうか。どうしたんだ。ここは、スズの育った村なんです。なんだって。やはりの、おスズの身に草の香りがかすかに残っておった。しかし妙だぜ。滅びて5年や10年って感じじゃねえぞ。多分鈴鹿姫は、今より過去に生きていた人で、時空亀裂に巻き込まれて、この時代に飛ばされたんだろう。でも、鈴鹿山で盗賊やってたって話は。鈴は、お山に捨てられた子だったのです。もともと広い子で、この三振りの刀だけが、私のおくるみに包まれていたと、育ての親は教えてくれました。でも、誰にも習わなくても、自由に刀を操れる鈴のことを、みんなは鬼の子じゃないかと怖がって、塔になった頃に、荷運びの人に連れられて、鈴鹿山に置いていかれたのです。それでやむなく刀の力で追い剥ぎをして、女盗賊、家庭星の誕生ってわけか。でも、鈴鹿山を通る奥方さんや娘さんを見て思ったんです。鈴が、刀なんて使わなくて、もっと可愛い子だったら、捨てられなかったのかなって。それで、盗んだ置物とかで、おい、やばい空気だぜ。殺生石が亡者の魂を呼び寄せておる。おすずや、おたち。きっとお前は、わらわを助けて九尾を打つために、この地に戻ってきてくれたんじゃな。可愛かろうとなかろうと、おすずの心根のいじらしさは、わらわもしっかり見ておる。無茶をせんでも、もう誰もおすずを捨てたりせんよ。かやの。神殿、まな板殿、おすずを頼む。ほら、すずちゃんよ。ただいまの挨拶代わりに、亡霊どもを眠らせてやんな。かやのを守りたいんだろ。なら、自分のできる全部で、戦うしかないだろ。鈴鹿山の盾烏帽子、美少女剣士鈴、参ります。